はい、どうも、はい、どうも、花のずキッチンへようこそ。というわけで、今回はですね、前から作ってみたかったんですけど、このエビを、エビとね、マッシュルームといえば、皆さんもう何を作るか分かったと思いますけども、アヒージョを作りたいなと思いまして、僕、ほんとアヒージョが結構好きで、ほんと結構っていう、とても強い副詞と中くらいの副詞を2個くっつけたらダメですね。イタリアンとか行った時にこのアヒージョがあるかない、あるかどうかっていうのを結構いつもチェックするんですよ、メニューで。それぐらいちょっとアヒージョが好きなんですけど、まあちょっと一人暮らしの自炊シリーズも、まあ今まで赤だししか作ってなかったんで、まあちょっと新しいものにね、挑戦したいなということで、今回はアヒージョを作りたいと思います。というわけで、Make it possible with アヒージョ。はい、というわけで、まずはこのエビのですね、殻を剥いて、なんかね、こう、臭みを取るらしいです。はい、できましたと。できましたということで、次は、なんか水洗いして、次はですね、この殻を剥いたエビを、なんか水洗いとかして、こう、臭みをね、取るって感じです。で、パッチンペーピーに、チェケナベイベーに一旦水気を取ります。これがでね、あ、もうここにエビをくるんじゃって、もうこう、パパってやったらいいから。エビはこんなもんで、で、次はこのマッシュルームをね、まあ、刻んでいこうかなと思います。あーいまーい、5ミリ、それプニってことかい。ちょ、マッシュルームが黒い。それ腐ってるってことかい。お、頑張っちゃ、やっちゃっちゃ、そんとっきゃーちゃ、アヒージョよ、アヒ。で、次はニンニクですね。具材切り終わったんでね、まずは、こっちへね、オリーブオイラーをね、オイラーの添加してあげて、まあ、量はね、多分こう浸るぐらい、ひたひたになるぐらいにね。はい、それじゃあね、この鍋に、にゃんにゃくをね、入れていきまーす。はい。あー、だばけー、そんな音鳴る？いい音。あ、いい匂い。いい匂い。いい匂いやで。すごいいい香りするよ、これ。これだけで美味しそう。多分。弱火で、こっから弱火かな。はい。唐辛子ね、お好み量入れます。俺は辛いのが好きやから。なんかむせる。見て。濃くない。濃くないこれ。どうすんの。ニンニクの香りが立ってきたら。いや、一瞬で立ったんやけど。あ、弱火か、これ。弱火。じゃあ、エビ入れます、エビ。あれ？え？全然、音ならへんけど、大丈夫。あー、いい色。いい色。あ、やばい。怖い。枯れてる。エビ投入した。で、こっから弱火から中火にするらしい。いい感じ。見て。ちょっとうまそう。うわー、どうもちゃん。ちょっと事件性感じてるので、ちょっと弱火でいきます。俺怖いから、ちょっとこれ。てか、オリーブオイル結構入れすぎた説ある。どうどうですか、これ。美味しそうじゃないですか、これ。はじめに入れたエビを裏返して、すべてのエビをひっくり返したら、しいたけを入れる。まあ、マッシュルームね、入れます、じゃあ。はい。マッシュルームが独特しいんだよね。見た目が。なんか、あんま彩り良くない説。おかんのカラクス。これ写真撮ろう。これツイッターにアップだろ、これ絶対。ツイッターにアップしたらこれ、女子に、花尾くんすごいって言われるパターンのやつだろ、これ。なんかでもちょっとゲテモノっぽいな、これなんか。見た目。ゲテモノっぽい。マッシュルームのせいだ、これ全ては。じゃないですか。これ塩を3本指で1つまみで味を整える。OK。塩を1つまみ。塩を3本指でつまんで入れると。いや、美味しそう。香りは、なんか店で売ってるやつと一緒。正直。マッシュルームはいいんかな、食ってこれ。いただきます。うん、ぽいぽいぽい
ぽい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 ぴゃーぴゃーで巻いてる。俺の知ってるアヒージョ、これは巻いてるわ、全然いいんではなかろうか。できたできたできた、できました。はい、できましたよ、アヒージョ。かなり自信作ですね、これは。はい、できました。ちょっとパセリとか。はい、というわけで僕の、お昼ご飯のねアヒージョできました。部屋汚すぎるのはもう勘弁して、こちらが僕作の花を咲く、マッシュームとエビのアヒン、アヒンです。アヒンアヒン。じゃあいただきます。いや、かなり初めてにしては上出来ではなかろうか。じゃあいただきます。エビ、美味しいところがいい、ペプシネックスって感じですね。これは正直店の 0.8 倍ぐらい美味しい、マジで。まあ多分エビの食感がちょっとこう、やっぱね、どうしてもこう家庭感が否めないですけど、全体の味としては家庭感もあるちゃう、ほんまにお店のレベルかなって感じ。うまっ。はい、というわけでハノーズキッチン、今回はエビとマッシュルームのアヒアジョを作ってみました。というわけでバイバイ。